ワン、浦和1、1清水。23日、埼玉。浦和のサポーターが8日の鳥栖戦、埼玉、に差別的な横断幕を掲示した問題の処分で、サッカーの J リーグで初の無観客試合となった J1 の浦和清水が23日、埼玉市の埼玉スタジアムで開催され、1-1 で引き分けた。浦和が自粛をファンサポーターに呼びかけたため、来場者はなし。浦和は選手、スタッフらが、差別撲滅宣言に署名し、再発防止へ全力を尽くすことを表明した。空っぽのスタジアムに虚しさが残った。先制点を許しながらも後半31分に MF 原口のゴールで追いついたが、結果を分かち合うサポーターがいない。試合終了後すぐに浦和イレブンは淡々と引き上げるしかなかった。サポーター不在を原口は、やっぱり大切な仲間だと感じた。また一緒に戦いたい、と悲しんだ。それファウルなら、さっきもファウルじゃん。原口へ、元気、OK、など、ピッチ内の選手の声が場内に響く異様な環境で、あって当然だった声援のありがたみが選手の身に染みた。スムーズに無観客試合を終えるべく、浦和はクラブを挙げて臨んだ。会場敷地の公園を含め、229人の社員や警備員を配置。近隣の浦和美園駅、東川口駅には、スタジアム周辺に応援目的では入れない旨を伝える看板を掲げた。犬の散歩に来た老夫婦にも、ご用件は、と声をかける徹底ぶりで、両軍サポーターの来場者はゼロ。前回のホーム開催鳥栖戦では235人だったメディア関係者が、2倍近い438人も集まる中、トラブルは起きなかった。差別問題を重く見た浦和はこの日、差別撲滅宣言を発表。試合前にはベンチ入り選手がピッチに並び、安倍首相が宣誓文を読み上げた。今後は提携する国連関連機関、国連の友アジアパシフィック、と具体策を練る。差別撲滅宣言には選手、クラブスタッフ全員が署名し、サポーターの賛同者を募るという。ゴール裏席の指定席か、旗類の登録制など、誰もが楽しめるスタジアム作りへの案も検討している。問題の発端となった差別的横断幕への非難を、簡易投稿サイトのツイッターで表明した牧野は、しっかり発言することは大事。自分の立ち位置ばかり気にしてはいけない、と言い切った。誰もが傷ついた今回の教訓を、無駄にしてはいけない。